こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。利益1000円儲かる商品にリサーチしてみた。この方法でしたら、100円ショップよりも安い仕入れで稼ぐことができますよ。というテーマについてお伝えします。それでは、早速行きましょう。はい。この際ですね、利益1000円以上出る商品見つかりました。ぜひね、紹介させていただきます。はい。こちらですね、クッションフードですね、ご入力していただければと思います。はい。で、今回新品ですね。はい。まあ、こちらの方見ていただくとわかるんですけど、まあ、100枚ね、3000とか色出てますね。ここをクリックしていただきまして、見ていただくとわかるんですけど、まあ、サイズはこういった感じですね。はい。で、この商品なんですけど、100円ショップが仕入れても利益出ません。はい。なので、方法ですね。ぜひね、まあ、こういった風にやっていただいていますので、ぜひ試していただければいいかと思います。はい。こちらですね。まあ、こういった風にですね、こちら、段ボールワンのところなんですけど、大量に売ってるんですよね。例えば450枚5000円ですね。はい。で、まあ、今回、このまあ、こちらの寸法でちょっと見ているんですけど、まあ、例えばですね、この商品を先ほどのように100枚ね、3000円で売っていただければ、利益ね、3000以上出ます。はい。なので、もしね、クッションフードって今すごい儲かっているようなので、ぜひね、試していただければいいと思います。はい。それとですね、ヤフオクはね、ラクマ等でもね、販売してます。これ先ほどリサーチで分かってますので、ぜひね、興味ある方はね、販売していただければね、100% 儲かります。ぜひ試していただければね、いいかと思います。はい。はい、チャンネル登録お願いします。お待ちします。あとですね、悩み質問等ありましたら、LINE の登録によろしくお願いします。今回の動画は以上となります。最後にご視聴いただきまして、ありがとうございました。